皆様、ご生誕祭並びにイエス生誕祭、名様ご生誕140周年特別祝典、誠におめでとうございます。本日は、名様の御心を地上に権限なされる唯一のご存在であられる教室様の身元にて、全国の皆様とともに、140周年となる意義深き 名主様のご聖誕と、同時に、教団史上初となる、聖イエスのご聖誕を、心からお称えさせていただきましたこと、天の父であられる主神と、聖イエスと名主様に、そして教主様に、中心より熱く感謝をお捧げしたいと存じます。 マイミ奥様におかれましては、ご浄化という神様の恵みにお使いになるとともに、グローリーを通して、エッセイ、日々の思いを連載してくださり、私ども世界中の信徒に極めて大きなお力と勇気と希望を与えてくださいますこと、誠にありがたいことと、 深く感謝申し上げます。本日は、教師様の後継者であられる正明様にご臨席いただいておりますので、ここでご紹介させていただきます。正明様恐れ入りますが、どうぞお立ちください。 ありがとうございました。まみ奥様におかれましては、年が明けますと、めでたく、名様のお血筋となる三人目のお子様のご出産を迎えられます。ご出産のご予定は2月と伺っております。私ども一同、ご出産のご無事を心からお祈り申し上げております。 本日も後ほど正明様にはご挨拶をいただきますどうぞよろしくお願い申し上げます本日はここでご来賓の皆様をご紹介させていただきます恐れ入りますがお立ちいただけますでしょうか衆議院議員の柿沢美藤先生です同じく 衆議院議院員の後藤一先生です同じく衆議院議員の吉田恒彦先生ですそして同じく衆議院議員の空本聖樹先生ですありがとうございました ただいまご紹介申し上げました先生方は、教室様中心のご信仰と世界メシア教のために、どんな時もご尽力くださっています。ご来賓の皆様、本日は誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。さて、私は、教室様が グローリー12月号において、ご発表くださいました8ュのお歌を心に刻み、本日の祭典に臨ませていただきました。中でも特に、権威あるメシアの港とあがないの御父よこそ誠の杖なれ、権威あるメシアの港とあがないの 御知よこそ誠の杖なれ。というお歌は、私の心に、ひときわ強く迫り来るものがございました。私は、神様から授かっていた誠の杖に、全く無知でありました。明士様とご一体であられる教師様は、 そして、教室様とご一体であられる正明様は、愚かな私を長い眠りから目覚めさせてくださいました。すべての根底に、権威あるメシアの皆に込められた神様の愛と厳しさと許しが、厳然と存在していることの一端に覚醒させてくださいました。 また同時に、教祖様と正明様は、すべての根底には、メシアの皆と共に、聖イ,イエスの十字架の姿と、恩知使を捧げられたご辞責が、厳然と存在しているという事実の一端に、目覚めさせてくださいました。正明様が仰せのように、聖イ,イエスは、まさに、 我らの主であられます。私は今ほど神様と、聖イ,イエスと、メス様への恐れと申し訳なさに心が震えたことはございません。私は、教団史上初めてとなる本日の特別祝典の端に加えていただいたものとして、 メシアの港、聖イ,イエスのあがないの恩知しを、自らに授けられし者として、深く心に刻ませていただきます。同時に、神様が、聖イ,イエスが、名ス様が、教師様と正木様を通してご開示くださる聖なる光の道を、 全国の信徒の皆様とともに、希望と勇気と慎みを持って、まっしぐらに歩ませていただきたいと存じます。2022年11月1日、正明様は、教師様の名において、すなわち名士様の名において、そして聖イ,イエスの名において、 世界メシア教の聖地建設という聖なるご宣言を発せられました。私は、教師様の身元にて、宗教と音楽の救いが一体となった、メス様の芸術宗教の見心溢れる聖地を熱く夢見て、万里一空の精神をもって、 進ませていただくことを固くお誓い申し上げ、本日の挨拶とさせていただきます。皆様、本年も一年間誠にありがとうございました。